ずっと、こう帰ってくる。それはお前がやったやつ。で、こう帰ってくる。昔やったのは、あの時、彼のおへそを向こうに向けて、こっち頂戴って言うんですよ。で、おへそがこっち向いちゃうと、ぼかってきちゃうから、来たら、あちらへどうぞ。で、そっち彼は、最終的に剣をこうやって出そうとしたんですよね。で彼は押さえてきたんですよね。だからこのままだとこれが曲がってきたりとか蹴りが来たりするから、僕はこの線を外してこう入ったんです。それからこう向いていくんでしょ。でそってことはこの線がまず外れるのが優先なの。まあたまたまこう持ってたんだけど、この線ここでやったらグーって押しちゃう形になる。これ
この手とかこれね、こうまずこれ外すの、これが第一優先じゃないとやめちゃうから、いや、まあ、てボーって来ちゃうから、したら手が外す、これから重みがかかってるの、重みそれから何かやる、あ、今詰めちゃってる、出すね、だから手が外す、これ最初にだから、やらんのはこの手は全然平気な手、ただ握るだけ、この手がやる、足がやる、そっちの方に頭がないと取りに来た時にこの手だけやるの、一番この手、この手を押さえに来た、剣を抜くのを押さえに来たってなんか別にどうでもない、剣そのままでいいんだもん、手外せば、こうして外して、それから詰めてきた、こうやって優先順位、優先順位が線を外す、ほら、ほら、で、下を押して、それで圧縮されて伸ばして、で、ほら、その辺、圧縮して、線を外すのを忘れちゃって、だって結構多い、線を外す、だからみんな結構いい、線を外して、ね、いなくなって、動いて。こうなっちゃったんで聞けないの。これ彼の力が線外してこうなっていったら自分には関係ないんですよね。ある程度話して全然関係ないの。だからこれこうやってギューッとこうチェッチッと針なくなるとさ、ここトト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 トで、今こっちの側に逃してこうね、こっちから行ったら、それからギュッてこっちから来て、こっちが来て、そして落とす、こっちがガンできて、こうやって、こうやって今度はこうやってやったら、今こうやってそのままこう来たら、今度こうガーンって詰まってるのをこっちへ抜く、ダーンってしまった。で、こっちに、こうなって、こうなって、こうやって、スライドして、こうやって、詰めて。この時に、だから、よっかかってると、よっかかってる状態じゃなくて、まっすぐなってて、ガーン。で、この詰まったのを抜いてる。できたら、で、ここ入る、ここI'm sorry.
で、あと、今日は行き止まりいつまでやろうかなって、ジェイさんがね、フランス行ってね、行き止まりでみんなやってるんで、僕は先週やめる練習ですよって言ったんですよね。なんかやって、やり続けて、ギューって、やってんの、やめて、やめないとこれ、やり続けて、やり続けてこうなっちゃうから。こうなった時にやめて、なんか違う。そういう練習、やめる練習がすごい大事、自由に動くためで。それ、行き止まりって、ジェイさん行き止まりって。終わったら、ギューって、やめてなんか違うね。そういう練習やろうかな。少し後半、やめる練習やりましょう。何でもいいから、こうやってスタートして、こうやってぶつけて、よくさ、受けの人こうやってぶつけて、やめるの、ここからやり続けてから、無理だから、あ、ぶつかったなと思ったらすぐこうやる。こうやってやって、あーってぶつかった、やめる、ここやめて、なんか違う。そういう練習ありましたまあ何でしょう、当たってないと思ってないとかね、まあ、どっちでもいいです。なんだよ、ぶつかった、やめました、ぶつかった、やめました、ぶつかった、やめました、おう、そういう経験ね、意識的に見てる人は止めてる、こう僕は言って止めるでもいいし、ただ意識的こういう稽古って表面意識に上げてやらないとできないですよ。体を超えさせるのもしょうがないから。ぶつかった、あ、やめたんだ。で、なんかやろうとしたんだ。あ、ぶつかった。で、やめたんだって、そういうね。考えながら、思いながら、表面意識に上げてほしい。何でもいいから、少し。あとは意識的に、このね、前屈線とか足がいるとか、これすごい大事なんですよね。前屈線が外れてると次やるときにできないんですよ。だからこのまっすぐのこの線、この線にいつも手があるの。そうすると何でもできるの、こういつも手がここにあるの。これすごい大事。ちょっと足が止まってたんじゃ、これできないんですよ。足がくっついちゃう。足は自由な、ぶつかったっても足を自由にするとこうに入ってくるんですね。こうガツッとこうなっちゃっても足、これが足止まっちゃってるんですよね。でこれ自由にするんです。こう今手で自由にする、このまま足自由にする、ガツッ、これ足踏ん張っちゃった、踏ん張らない、足の自由と足が自由ですよ。それから手は正中線、いつも手はこう、手はここに、ここにあるんです。ここにね。いつもこれすごい大事だ。ポイント、正中線と足が自由かな。あと傾かない。距離が傾けば傾くほど、僕の重心はここにあるんだけど、傾けば傾くほど引っ張ってくる。彼に依存してる形。だからなるべくまっすぐ、腰まっすぐにして、僕の重心がちゃんとこの下に入るように、こう、まっすぐな。こうなってると、よくかかってると。やっぱり力で、よくかかってる。こうなって、ぬるく入ってる。腰。その3つくらいしかないんですよ。こういかない。それから、ということは位置ね。この辺ちょっと意識して、ね、必ず整理する。ありえない。必ず整理する。いつも整理する。これ整理する。で、こう、整理する。いつも。で、その辺、表面しか出ないと忘れちゃうから。やる方、焦るとこうなっちゃう。その辺もうちょっと注意して、もう少しだけ考えてみましょう。片足に、片足の抜き抜きで、片足で、手に抜き抜き、みんな手に行っちゃってるんですよ。手に、この手、手関
係ないから、関係ないから、ちゃんとここにさえあれば、手は全然位置とかね、あんまり手をコントロールしてないんだけど、これを外れたらもっと取ろうと、姿勢はいいけど、姿勢はいいけど手につかんだ、手関係ないから。足は関係あったね。あの相手の手はね、ゴミだと思ったわけです。関係ないです。ここ行っちゃうと、行っちゃうとこうなっちゃう。ついちゃう。これ関係ないから、関係ないから。関係ないと思ってた。関係ないと思って、どっちか引く手、引く手とか、こう彼に攻撃していく手は正直ですよね、正直です。気にしないの。こうギューッと持ってほら、ほら、付き合ってこいよって言ってるわけ。この手、この手なんかしてこいよ。俺の手なんかしてこいよって言ってるの。で、付き合わせようとしてるの。気にしないの。気にしないでほら。気にしないの。そうすると彼。みんな気にしちゃうから、持たれる。こうやってやるとさ、ここ気にしてなくなっちゃう。で、僕はここを支えにしてなくなっちゃう。ここを支えだから、あの、よりどころ。ここ寄り所だから、なんでも、寄り所なくてピューって行っちゃったら、ここやっちゃったから、寄り所ないんだ。そういう話だから。だから、その辺が一番ポイントだから、自分で寄り所にしないって、寄り所作らない。自分の寄り所にもしてないし、ここを自分の寄り所にもしてないし、相手の寄り所にもさせないし、そういう意識。で、ここ自由なのね。で、ここどうなってもいいの。で、彼に持ってくれてるか動かす。それでこっちの手を使ってなちょっとショックそういう風にやった方がいいですね。その辺ちょっともう少しやりましょう。誰とかなんだこの手を切ってなんか自分でやったりとかね、何しろこの手、この手をなんかこの手をなんかやるっていうそういう技が多いです。でこの手って、この手っていうのは彼女は僕を見つかせようとしてきてるとか、この手引っ張り込んでボカって取るとか、そういう意図だこれね、この手だ。この手に気にしたらやられちゃうんですよね、次の瞬間。だから気にしないでいいし、だからこの手はよりも本当のこれ、この手の方が僕も嫌なわけ。わかりますよね。この手をギューって塩投げやられて全然楽、こっち楽だから全然っていう話だからね。だからそれよりも持ったんだけど見えなこっちからパーッと来た方が嫌なわけ、どっちかって言ったら。ってことはこの手は関係ないってこと、あのこの人にとってはね。だから手出してこうやって掴んでくれてありがとうって分かって、こっちの空いてる手使う、空いてる足使うとかね、それが自由だから。だからみんな相手をこうやってなんか表やろうとしてるけど関係ないんだから、そういうことをもう一回考えて、持たれて反対の手でなんかやることを考えて、ね、で少し